ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。コロナも落ち着いてきて、日本にも外国人の観光客が戻ってきているわよね。やっぱり安定の京都は、めちゃくちゃ混んでいるらしいわよ。まあそうだろうな。だが京都だけじゃなく、奈良もいいところだぜ。ああ、奈良といえばやっぱり法隆寺よね。歴史ある建物だし見応えあると思うわ。ああ、実はそんな法隆寺だが、過去の人が残した謎っていうのが多く隠れているという。なんでも法隆寺には謎の爬虫類人造があり、それが日本の歴史の謎を解く鍵になるかもしれないぜ。何それ。爬虫類人造ってどんなものなのか想像つかないし、それが人類の歴史に何の関係があるっていうのよ。まあ詳しくは私の解説で聞いてもらおうか。じゃあ今回は、法隆寺に存在する、謎の爬虫類人造の正体について詳しく話していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。今回の話の舞台は法隆寺だが、もちろん霊夢も知っているよな。うん、もちろん。聖徳太子が建てたお寺で、世界遺産にも登録されているはずよ。ああ、そんな法隆寺だが、実は法隆寺の建造物だけじゃなく、多くの仏像や仏教工芸品も存在しているんだ。その中でも境内にある聖院伽藍の五重塔から、とんでもない塑像が見つかっているんだぜ。何、というか塑像って何なの？塑像は粘土など、可塑性のある材料を用いて作った像のことだな。そこにあるのが、釈迦の入滅を悲しむ弟子たちの塑像というものだ。そもそも五重塔って、釈迦を祀っているものよね？釈迦の弟子たちの塑像があっても、何もおかしくないんじゃ？いや、その塑像自体に、奇妙なものがあったんだぜ。この塑像をよく見ると、姿は人間であるものの、頭の実が動物の見た目をしているんだ。うわ、何これ。なんか宇宙人とか、SF 映画に出てきそうな生物のようだわ。これは五重塔に行けば、実物が見れるってことなの？この像は3体あって、それぞれ馬、ネズミ、鳥の頭をしている。だが塑像というのは、正直かなり見づらいため、肉眼で確認するのは難しいかもしれないな。そうなんだ。というか釈迦の弟子って言ったら、めちゃくちゃ徳が高い印象があるんだけど、そんな中にこんな奇妙な姿の生物がいるなんて、正直不自然でしかないわよ。そう、だから研究者たちの間でも、解けない謎として扱われているんだぜ。ちなみにこの3体の動物を聞いて、何か思い出すことはないか？馬とネズミと鳥。あ、もしかして十二支じゃない？そう、そのことからもこの謎の塑像は、十二神将を表していたんじゃないか、なんて話も出た。しかしそうなると、残りの9つはどこに行ったのかという新たな疑問が出るわけだ。それに加えて十二神将は、薬師如来を守る守護神というのも不自然なんだ。あ、そっか。五重塔は釈迦を祀っているわけだし、そもそもこの塑像も釈迦のためのものだと思うわ。もしこれが十二神将を表しているとしたらなぜ釈迦を祀る五重塔にあるのかは不思議だわ。じゃあ結局何も謎は解けていないのね。ああ、他の説ではこれらの塑像の頭は、馬、ネズミ、鳥を表しているのではなく、蛇などの爬虫類の頭、すなわち人型爬虫類だったんじゃないかと言うんだぜ。人型爬虫類？そんなものがこの世には存在するの？ああ、よく見ると尖った口先や吊り上がった目が確認できるだろ？実は古代日本には、このような人型爬虫類が存在していたなんて話もあるんだ。つまりこれらの塑像は、そんな人型爬虫類の存在の証拠にもなりうるものだと言えるんだぜ。そんな不気味な存在、映画の中だけの話だと思っていたよ。なんとも不思議な話ね。そしてその謎を解く鍵になるとされているのが、法隆寺の再建なんだ。ここからは法隆寺の再建から見る、これらの塑像の謎について話していくぜ。法隆寺って再建されているものなの？ああ、そもそも法隆寺は、聖徳太子によって607年頃に建てられたと言われているんだが、ところが日本書紀には606年に創建と書かれていて、しかもこのような記述も確認されているんだ。法隆寺しつけり、一つの家も余ることなし。つまり、法隆寺は全焼したって書いてあるのかな？そうなんだ。ちなみにその後に見つかった平安時代の複数の書物でも、法隆寺は708から714年再建という記述が見つかっている。日本書紀にあった全焼の記述と、平安時代の書物にあった再建の記述は、結論が出ないまま、長きにわたって論争が続いていたんだぜ。正確なことはわかっていないのか。でも日本書紀に書いてあることが本当だとすれば、現存の法隆寺は670年以降に建てられたってことよね。ああ、だがこれもやはり再建説を唱える者がいれば、再建説を否定する人もいてだな。否定している人たちは、法隆寺の建築様式が7世紀初頭のものと合致しているため、時代と様式が合っていないと指摘をしているんだ。またこの否定している人たちは、日本書紀の記述について、当時起きていた小さな火事を、誇張表現して書いただけなんて話もあるな。
むむむ、論争はなかなか決着がつかなさそうだわ。だがとあるきっかけで、この論争にも終止符が打たれる。それは1939年に行われた、若草伽藍跡の発掘調査だぜ。若草伽藍跡？ここではどんなことがわかったのかしら？なんでも、若草伽藍は現在の西院伽藍とは全く異なる伽藍の配置や向きだったというんだ。しかし若草伽藍には、かなり古い瓦が使われていたこともわかっている。つまりどういうこと？この調査によって、一旦は日本書紀の記載が正しいことが認められたんだが、それでもなお、時代と様式が合っていないという謎は、未だに残り続けているんだぜ。なるほど、これって終止符どころか、論争をこじらせているんじゃ？他にも何か不思議な点ってあったのかな？それ以外にも五重塔の心柱を調べたことがあったんだが、その際、心柱に使用されている木材の伐採時期が、594年のものということがわかっている。法隆寺を新しく作り直したとしたら、どうして法隆寺より古い時代に伐採された木材を使うのかという疑問は出るよな。確かに。また建物内部の木材を調べると、10年以上にわたって、雨風にさらされた痕跡も見つかっている。内部の木材が10年以上も雨風にさらされるなんてことは、普通に考えてありえないんだ。そうよね、だって内部の木材だもの。ここで一つの説が浮上した。それは、法隆寺は新しく作り直されたのではなく、すでに存在していた別の場所の寺を解体して、再度組み立て直されたというものだぜ。どういうこと？日本のどこかにあったお寺を解体して、それを今ある地に運び込んだの？プラモデルを作るみたいに法隆寺を再建したってこと？そうだ、そう考えれば、心柱が法隆寺より古いのも、建物内部の木材にある、雨風にさらされた後も納得できるだろ？まあそれはそうかもしれないけど、なんでわざわざ他の土地にあったお寺を運んだのよ？だってそれってかなりめんどくさいことじゃない。それなら近くから新しく木材を持ってきて作り直す方がよっぽど合理的だわ。そう思うのも無理はない。実際その通りだからな。となれば、別の場所から寺を解体して運んできたのには、何かしらのメッセージがあると思うんだ。まあそうでもないと辻褄が合わないわよね。でもさ、そもそもその移築されたっていうのには、ちゃんとした根拠があるわけ？ああ、そもそも法隆寺には、日本最古の寺という称号が与えられている。この意味は根本的な修理を建立以来してなく、当初の姿をそのまま保っているということなんだ。それって改めて考えると、めちゃくちゃすごいことよね。実際昭和に入って、昭和の大修理という、解体を含む抜本的な修復作業を受けるまでは、ほぼ手つかずの状態だったという報告が、その修復作業の際の、解体修理書に書かれているんだ。へえ、じゃあ信憑性は高いと見て良さそうだわ。だがその、解体修理書を記載する、法隆寺の建築技法等に関することには、いくつかの矛盾が指摘されているんだ。矛盾なんてある？例えば金堂と、五重塔の基壇の石積みの違いがある。金堂では積み石の小口の出方が左右に見えるのに対し、五重塔では反対に見えない構造なんだ。ちなみに現在の金堂はそうはなっていないことから、同じになるように後から補修されていることがわかる。そうなんだ、それって何を意味しているの？これは、金堂と五重塔とで、正面が異なることを表している。当然、金堂と五重塔は共通デザインだったはずだから、この点はどうしても不自然に映ってしまうんだ。なるほど。また各部の部材に付けられていた、位置と方向を示す符丁についての疑問も提出されているぜ。通常は建物を宮大工が組み上げる際に必要な情報の、符丁という記号が部材に記されているが、どうやら部材の中には、示された符丁が示す位置や方向が、実際の法隆寺には存在しないものがあるというんだ。当然その符丁っていうのは、違う位置に部材が入っているのよね？じゃあつまり、使用すべき場所がないってことなの？そうだ、そしてその状況が、なかなか不可解ってことを理解してほしい。また移築された説の根拠として有力なもので、礎石の謎というのもある。元の法隆寺の礎石は地中 2.7 メートルに埋められているんだが、現存する法隆寺は礎石が地上にあって、元の礎石と今の礎石の間は空洞になっているんだぜ。このことについて、解体修理書によれば、心柱は基壇上に保有された礎石上から立ち、その下方は空洞となっていたと書いてある。もともとは地中にあった礎石が、今残っている法隆寺では地上にあるんだね。でもそれって、何か鍵になるようなことなのかな？そもそも法隆寺が建てられた時代、この土地には礎石を地中に埋める技術しかなかったんだ。だから法隆寺以外にもこの時代、この場所で建てられた建造物は、すべて礎石を地中に埋めて作っているぜ。へえ、そうなんだ。じゃあそもそも礎石が地上に出ていること自体がありえないってこと？実は礎石が地上に出ている状態で建造する技術は、最新の技術とされていて、
当時は九州にしかないものだったんだ。九州か、随分遠いわね。え、もしかしてこの移築されたお寺っていうのは、九州から運ばれてきたってこと？その通りなんだぜ。ま、マジで。でもどうしてその新しく建て直した法隆寺の礎石は、地上に出ているのかな？その理由は、元のお寺の心柱を地中にある礎石の上に建てると、心柱の長さが足りなくなるからだ。だから再建された法隆寺の礎石は、元の寺が建てられたのと同じように、礎石を地上に置いたのだと考えるのが筋だろう。そっか、なるほどね。それが本当だとすれば、現存する法隆寺は、九州にあったお寺を解体して運んだ可能性も高そうだわ。ちなみに九州地方のどのあたりから運ばれてきたお寺なのかはわかっているのかな？7世紀時点で、礎石を地上に置いて建物を建築する技術は、筑紫の国という、現在の福岡県にあたる地域でしか見つかっていないんだ。つまり現存する法隆寺は、筑紫の国にあったとある寺を移築したと考えられるってわけだな。すごい、そこまで詳しいことがわかるなんて。でも筑紫の国にあることはわかったけど、さすがに具体的にどのお寺かはわかっていないわよね。明確にはわかっていないが、ここじゃないかという目処は立っている。それは現在の福岡県福津市にある、宮地岳神社という場所だぜ。そんなピンポイントで場所が絞られているの？というかそもそもどうしてかなり遠い場所にある、筑紫の国から運ばれてきたのかしら。それは大和朝廷の建国に関係している。霊夢は大和朝廷の祖って誰かわかるか？確か、初代天皇でもある、神武天皇よね？ああ、そうだ。神武天皇の一族は古代日本の日向国。現在の宮崎県に降り立ち、東へ進んで大和朝廷を建国したと言われている。だが実際は日向国に降り立ったのではなく、筑紫の国に降り立ったなんていう説があるんだ。どうしてそこで筑紫の国が出てくるのよ？筑紫の国は朝鮮半島を間近に望む土地で、いわば大陸の玄関口なわけだ。特に先ほど紹介した宮地岳神社というのは、美しい日が差し込む幻想的な風景で有名なんだぜ。そんなに綺麗なら一度は見てみたいわね。でもそれが日向の国ではなく、筑紫の国だったっていう話とどう繋がるわけ？夕日が差し込むこの風景を見て、日が向かう国、つまり日向の国と呼んでいただけで、実際は筑紫の国だったという話だな。ああ、なるほどね。もし神武天皇が降り立った地が、日向の国じゃなくて筑紫の国だったなら、わざわざこの地にあったお寺を移築した理由もわかる気がするよ。だろ？つまりこの法隆寺の移築というのは、大和朝廷は筑紫の国から始まったという証拠にもなるんだ。なるほどねー、法隆寺が移築されていたってのもびっくりしたけど、九州、しかも筑紫の国から運ばれてきたのはもっとびっくりしたわ。そして法隆寺で見つかった人型爬虫類の像にも、大和朝廷の謎が隠されていた。なんでもこの像は、大和朝廷に人型爬虫類たちが関与していたことを意味しているというんだ。どういうことよ？まず最初に伝えたいことがあるんだが、これまで私たちが人型爬虫類と言っていたものは、レプティリアンと呼ばれたりもする。ここからは彼らのことを、レプティリアンと呼ばせてもらうぜ。わかったわ。そのレプティリアンっていうのは一体何者なの？彼らは人類よりも長い歴史を持ち、古代から存在していると言われている。何でも擬態ができるということで、普段は人類に紛れ込んで生きているんだ。人類の世界を裏から操り、人類を支配するとも言われているな。裏の支配者とはこのこと？体長は約2メートル、体重は800キロ、寿命は1000年ほどで、全身が鱗に覆われているんだぜ。まさに人型爬虫類ね。でもそのレプティリアンと人類に、通ずる部分があるようには思えないんだけど、何か共通点とかがあるの？実は私たち人類とレプティリアンは、共通の祖先を持つ、兄弟みたいなものだと言われているんだ。いやいや、ちょっと待ってよ。見た目も全然違うし、さすがに人類とレプティリアンを兄弟っていうのは厳しいと思うわ。いや、それがそんなこともないんだ。実はこれには、アヌンナキが関連していてだな。このチャンネルでも何度も紹介しているから、アヌンナキという言葉は知っている人も多いだろう。ああ、また出たアヌンナキ。人類最古の文明とも言われる、シュメール文明を作り出した地球外生命体のことよね。ああ、アヌンナキはもともと金採掘のために地球に来て、人間に高度なテクノロジーを与えたなんて話もあるな。それで人間を労働力として使っていたんだぜ。とんでもない存在ってことはわかるわ。じゃあレプティリアンとアヌンナキには、どんな関係があるのかしら？レプティリアンもまたアヌンナキによって、金採掘のための労働力として作られた存在なんだ。しかも歴史的に見て、人類よりも先に作られていることがわかる。
アヌンナキたちはレプティリアンが完成した時、これで金の採掘を自分たちがしなくてもいいと喜んだ。だがレプティリアンは非常に凶暴な性格をしていたため、扱いに困ったというぜ。アヌンナキでも困ることってあるんだね。それでこの後は何か対策を立てたの？ああ、そこでアヌンナキはさらなる労働者を確保しようと動き出した。そこで発見されたのがエンジンだな。エンジンとアヌンナキの遺伝子を掛け合わせて、人類の祖先を誕生させたんだぜ。おお、ここで人類が誕生したんだね。それでさっき言ってたように、シュメール文明ができたってわけか。そうだ、そしてこの後アヌンナキが地球から去り、人類とレプティリアンの支配権争いが始まる。それって今の状況からして、人類が勝利したってことになるのよね？その通り、だがレプティリアンの生き残りも当然いた。彼らは再起を図るため、人類に紛れて裏で世界を支配しているというわけだ。なるほどね、だから今は人類中心の世界でレプティリアンは見かけないけど、裏で力を使っているってわけなのね。そう、ちなみにシュメール遺跡にも、このレプティリアンの像が見つかっている。それは放流時にある祖像にそっくりだというぜ。へえ、その遺跡っていうのはどこにあるの？ウバイド遺跡という場所だな。ここは厳密にはメソポタミアの先史文明なんだが、メソポタミアの初期がシュメールとも言えるわけだ。ちなみにウバイドというのは、シュメール起源にも関わる正体不明の民族なんだぜ。ふむふむ、ウバイド遺跡って場所に、レプティリアンの像があるんだね。もしかしてウバイド民族を作り出したのはアヌンナキだったりして？ああ、そうとも言われているんだ。そしてなんと日本人の祖先は、このシュメール人ともされているんだぜ。ええ、日本人とシュメール人に、何の関係があるっていうのよ？その点について様々な説があるんだが、ここではいくつか興味深い仮説を紹介しよう。まずは神道の起源は、シュメール多神教という説だ。シュメール人の宗教は自然を神とする多神教で、王を神とする点など、信仰に日本の神道との共通点が多いと言われる。まず、古代バビロニアの日神、月神、軍神と、日本の三種の神器とが、類似していることが挙げられるんだ。日本の三種の神器って確か、草薙の剣と、八坂見の勾玉と、八田の鏡だっけ？そう、よく知っていたな。ここまで似ているのは単なる偶然ではないと思うんだ。また、シュメール王朝の紋章と、日本の菊の御紋が、16弁という点まで似ていると専門家は指摘している。ああ、それは聞いたことあるかもしれないわ。昔、イラク大統領、サダム・フセイン氏が身につけていた、シュメール王家の紋章について、日本の記者が、菊の御紋ではないか、って質問した逸話が有名だよね。そうだな、そもそも菊が日本皇族の紋章と定まったのは、鎌倉時代とされているんだが、その原型がいつの時代かオリエントから中国へ、そして日本へ伝播したとも考えられるぜ。確かにそう考えると、シュメールの宗教が後のユダヤ教、キリスト教に影響を及ぼしたように、中国を経由し、日本に波及した可能性もありそうだね。そうだよな。他には、日本語の起源はシュメール語という説もある。これはシュメール語と日本語に共通点が多いことから、日本語の起源はシュメール語だとする説なんだ。私はシュメール語のこと全然知らないけど、そんなに日本語と似ているの？ああ、双方とも膠着語と言われる、言語構造を持つとされているんだ。膠着語？これは名詞や動詞に助語尾や助詞をつけて文となり、つく語尾や助詞によって、文の意味が変わる言葉のことを指す。シュメール語には日本語の、テニオハに当たる言葉があるというんだぜ。おお、確かにテニオハは、日本語の特徴でもあるわよね。またシュメール語と日本語には、共通の語彙があるとも言われているんだ。例えば日本語の、スメラギ、スメラミコト、ミカド、アキツミカミという言葉は、シュメール語由来と言われているな。地理的には離れていてもこうやって聞くと、日本と言語上の共通点が多いことがわかるわね。まあでもこれについて、今のところ明確な根拠はないから、あくまでも一説として捉えてくれ。うんうん、他には何かあるのかな？あとは、縄文人の起源はシュメール人という説だ。日本人、特に縄文人とシュメール人は、ルーツが同じだと言われているんだぜ。どの辺を見て、ルーツが同じと思ったのかしら？まず縄文人とシュメール人の共通点として、黒髪かつめが大きく、顔の彫りが深いことが挙げられる。だが遺伝子学の観点からシュメール人と日本人では、遺伝子型が異なるとの指摘もあるぜ。外見的な共通点はあるけど、遺伝子レベルを見ると、異なる点もあるってことか。確かにこれは興味深いけど、まだ根拠としては足りなさそうね。でもこうやって聞くと、確かに日本人とシュメール人には共通する点が多いんだなって思ったよ。そしてレプティリアンの話に戻るが、シュメール人が日本に渡ってくる際、レプティリアンが紛れ込んでいたと考えられているんだ。え、いやいやさすがにレプティリアンが混ざってたら、見た目ですぐにわかるでしょ。おっと霊夢、忘れたのか？レプティリアンは人類に擬態できるんだぜ。あ、
仮にレプティリアンがシュメール人に紛れ込んで日本に渡来し、大和朝廷の支配者の中に紛れ込んでいたとしたら、祖先たちは放流時の謎の人型爬虫類の像を作ることで、後世にレプティリアンの存在を伝えたのかもしれない。確かに。そしてこの放流時の人型爬虫類像には、さらなる謎が潜んでいるんだぜ。もう十分謎めいてる存在だと思ったけど、まだ謎が潜んでいるの？ああ、最初に放流時にある、3体の人型爬虫類の像は、それぞれ馬、ネズミ、鳥だと言ったよな。うん、十二支なんじゃないかっていう話をしたわね。でもそれ、もし十二支を意味しているなら、この3体だけっていうのは引っかかるのよ。ちなみに奈良県には、キトラ古墳というものがあるんだが、そこには十頭人身の十二支像があるとされている。ここにいる動物は全部で6体で、こちらも全て揃っているわけじゃないんだぜ。やっぱり選ばれた動物には、何かしらの意味が？まあキトラ古墳については、長い歴史の間で壊れたり、洞窟被害にあったりという理由がわかっている。問題は、やはりこの放流時の人型爬虫類の像だな。うんうん、何も謎が解けていないわよ。ここで一つ、これらの動物が選ばれた理由を説明できる根拠があるから紹介しよう。え、何それ、一体どんな説なのかな？まず十二支で、これらの動物たちを考えてみてほしいんだ。十二支を順に数えると、それぞれの動物は何番目になるだろうか？まずネズミは1番目でしょ。馬は7番目、鳥は10番目になるわね。そうだよな。その数字をすべて足すと、18になるわけだ。そして18の1と8を分けて足し算すると、9になるんだぜ。うん、まあそうだけど、それがどうかしたのかしら？もう一度、十二支の話に戻るが、十二支で9番目の動物は何になるだろうか？9番目は猿ね。あ、もしかして猿人に関係しているとか？そう、つまりこの3体の像は人類の中に、レプティリアンが紛れ込んでいることを示していると言えるわけだ。はあ、なるほど。ちょっとこじつけ感は否めないけど、確かにその考えなら、十二支の中から馬とネズミと鳥だけが選ばれたのも納得できるわ。私たちの祖先は、人型爬虫類の像を通して私たちに、レプティリアンの存在と人類の起源を教えてくれたのかもしれないんだぜ。面白い話だわ。だが今回紹介した上で、まだまだ謎は多いからな。今後も研究は続いていくだろうから、その結果に期待して待っていようぜ。ということで今回は、日本の放流時に存在する、謎の爬虫類人像の正体について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？そもそもこのレプティリアンの存在も知らなかったし、今回の話で初めて知ったことが多かったわ。でもやっぱり謎は深まるばかりだったよ。マリサも言ってた通り、今後の研究に期待したいわね。そうだな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。